皆さんこんにちは。九月十日月曜日です。それでは早速地域の情報をお届けする速報地元ネタのコーナーです。八日嬉野市公会堂で第二回国際忍者学会総会が行われました。 国際忍者学会は研究者忍者関連事業者自治体および忍者に関心のある市民などが集い情報提供会員相互の親睦を図ることを目的として結成された学会です第1回大会は三重県伊賀市にて今年2月に開催されました 2>、はい、第2回目である今回の大会は歴史上の忍者の存在が新たに発表された嬉野市が選ばれました 総会には北は仙台南は宮崎から忍者や観光関係者およそ八十名が参加しました総会の開会の後佐賀戦国研究会の深川直也代表による基調講演が行われ佐賀藩における忍者という内容で今年二月に発表した忍者に関する情報が公になりました、えー、資料調査、えー 忍者発掘授業で,で複数の忍者情報を発見することができました具体的には田原安右衛門義重弁慶武装古賀源太夫この3名でございますで役職が、えー、反面もしておりまして、えー、安政2年の正月には果実方安政2年6月にはお作事方ということで、えー、まあ火を扱ったり、えー、不審な 工作などを扱ったりしてまあ、手先は器用な忍者向きの人だったんだろうなということはよく分かりますで、やはり忍者を探すということは共同研究に、歴史研究についても非常に新たな発見があったり可能性をもたらすのではないかと思われますでは私のお話は以上ですどうもご清聴ありがとうございました